外国人の方が日本語を学ぶということは非常に難しいと言われているが、中には日本語がペラペラの外国の方に出会うことが多い。また、日本人は英語で喋れないときにはカタカナ語で説明をしたりすることがあるが、これが逆に通じないことが多く、かえって混乱をさせることもあるとか。さらに、日本には和製英語という問題があり、日本人が日常生活で英語と思って使ってる言葉が全く英語では違う表現であったりすることも。よく言われるように、ガソリンスタンドは英語ではガスステーションという単語で、日本人には馴染みのないものである。そんな中で日本語の数字の覚え方が話題になっていた。ではどうぞ。以前に記事にした日本語の 5W1H を学ぶ動画と同じ動画主さんの投稿になります。動画は、日本語の数字の数え方を覚えちゃおうという回です。やっぱり、歌やリズムで覚えるのは強いですよね。ABC の歌も、覚える気がないのにいつの間にかに覚えてましたし。海外の反応。もう一度、子供の頃に戻った気分だ。アメリカ。マジで、頭の中にすっぽり入ってきたぜ。デンマーク。ウケるな。だけど、日本語の数字を暗記できたよ。カナダ、42歳。ワオ、中国語の構造とそっくりなんだね。これなら覚えるのは全然難しくないや、国籍不明。学校では、自分の習いたい言語を選ばせてほしい。一生行くことがないであろう国の言語じゃなくてさ。イギリス。日本語の勉強に挑戦してるときは、自分がまるで赤ん坊になったような気分になるよ。シンガポール、22歳。こりゃいいや。こんなに早く覚えられるとは期待してなかった。アメリカ。難しい。だけど大好きこれ。アメリカ、14歳。日本の数字は、いいリズムを持ってるよね。イギリス、23歳。最後早すぎて舌が絡まったアメリカ。エクセレント。とても気に入ったよ。途中で笑いが止まらなくなってしまったけど。学ぶにはとてもいいツールだと思う。アメリカ、98歳。学校より教えるのうまいんだけど、メキシコ、26歳。何で、14はジューシーじゃないの？どっちでもいいの？アメリカ。日本語のクラスを取ってたんだけど、日本人はって、言葉は死を連想させるから避けるらしい。だから1、2、3、4の方が死よりいいよ。国籍不明。この動画は、二重性を受け取る価値があるね。アメリカ、31歳。28、I、need、you、多くて覚えやすいわね、イギリス。クールだね。この動画のおかげで覚えられたよ。だけど、まだ、歌いながらじゃないと数字言えないんだ。何にせよ、この動画は最高だよ。フルジア。わははは、俺と同じだ。友達に、じゃあ、16を日本語で言ってみ。って言われた時は、頭の中で、高速で、この曲を歌ったよ、韓国。ありがとう。退屈な先生の授業より役に立ったよ。アメリカ。1、2、3度、4、5、6、7、8、クール、10。俺は、こうやって英単語に置き換えて覚えてるよ。国籍不明。日本語って、ほんと響きが面白いよね。国籍不明。日本語で、15は、10、5、なの。スウェーデン語だと、ドジュゴは20なんだ。ああ、混乱する。スウェーデン。素晴らしい。空手の方のおかげで、昔は日本語でカウントできたのよ。だけど、もう一度覚え直す必要があるみたい。アメリカ、21歳。わあ、やっぱり、リズムとビートがあると、本なんかで学ぶよりも、はるかに簡単に覚えられるのね。イギリス。これを覚えれば、20どころか99までカウントできるじゃん。30なら3、10だし、31なら3、11ってことでしょ。ドイツ。中2の時の数学の先生がこのビデオを見せてくれたんだけど、ずっと忘れてなかったよ。
これからも忘れないだろうね。クラスで、この歌を突然歌うのが流行ったんだ。それがおかしくて、国籍不明。日本語習いたい。世界最高の言語だからね。だけど、ギリシャでは、授業料が高すぎるんだ。ギリシャ。すごい。ありがとう。これで友達を羨ましがらせることができるぜ。エジプト、24歳。こんにちは。私はアメリカ人です。どうもありがとうございます。すごいわいよ。もっと、お願い。じゃね。アメリカ、24歳。英語の数字を覚えた時より、日本語の方が早く覚えられた。アメリカ。ナンナルトのキュービ、ナイン、テイレット、ホールクスがキュービって。呼ばれてるのか、今ようやく理解できた、ポルトガル。確かに外国人からしてみれば、なんで2つ読み方がある数字があるんだって感じでしょうね。まあ、日本は国名からして2つ読み方がある国ですし。語学はリズムだと言われており、英語はイントネーションとリズムで、かなり通じやすく英会話が上達するとも言われていた。このことからも、日本語もリズム感があれば、語学の習得が早いのではないかと思われるし、やっぱり気持ちよく取り組めるのも事実である。英会話の不得意な日本人にとっては、簡単な歌を使っての語学学習があるのは、この理にかなっていると言えるのかも。しかし、学生時代には、そんな授業もなく、ひたすら、語句や文型、文法を熱心にやっていたのが思い出される。まあ、英語が上達するわけはなく、単なるテスト対策だったのかと、ちょっぴり寂しい気持ちになっていた。